はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。原神を始めていきましょう。原神109回目ですね。今じゃ忙しくて手が回らないんだ。前回のイベントの続きになります。ツイッチで配信しております。ツイッチぜひ、アカウントフォロー、チャットコメント、ぜひお願いします。ツイッチ、ディスライブビ、ウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。このアーカイブは2日後ですね、27日の21時からプレミア公開で YouTube に随分と長いしたな。そろそろ公開する予定です。ぜひ、YouTube、Twitch のチャット欄に、チャンネル記載しますので、アクセスしていただいてチャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。 This Live Up YouTube チャンネル 2 Days After、YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。ツイッター改め X のアカウントもございます。ぜひ、こちらもアクセスの上アカウントフォロー、ツイートのいいねお願いします。ツイッター X ビジットアカウントフォロー&グッドボタンプリーズ。はい、では始めていきましょう。前回のイベントの、続きを行います。クレイの言う峡谷に行けって言ってますね。あ、でもダメージが大きいな。で、まあ、これは分かってる。で、これはバグチェック。イベント。なんだ、このケア先。まだ始まってないけどね。試練もあります。これは今やってる支援。あとは、ゴちゃんが登場する。弾けるやつですね。祈願ですね。で、デートイベント。おお。今回はガイアなんだ。いいな。音声機構。なんかいろいろありまして、なんか誘惑されるとこなんですが、基本的にやっぱりこれ、やっていこうかな。これは、取り抜けできんだ。ここって、でも、完全回復できるとこってまだ開いてないよな。え、どうなってんだ。え、完全回復できるとこってないの。これ一回戻らないと無理なんかな。まさか。これ別のマップの別の地域に行けないのかな。うん、なんかあったと思う。 Y かな。あ、 Y で切り替えられるんだ。で、普通に どっちでもいいか、これ行って回復すれば OK。 ゼロだよな。
で回復 してきたので、Y でミラージュに戻っていきましょう。ここ合ってんのかな、これ。あれ、なんかある。誰だ、もう一つどこにいるんだか。え、どこ。なんか直線がむず。あれ、な、違うのか。この活性化した目標ってどうやって倒すの？ダメだ、これ倒せないんだ。これってことは草属性でしか倒せないのか。危ない、やっちゃったこれ。あ、効かない。え、これどうやって倒すんだ。これならどうだ。あれあれ、活性化した木標ってどうやって倒すんだ。活性化した目標って書いてるよな。ジンさんにサボっているところを見つかったら、どやされちゃうよ。シューティングゲーム。まあ、今回はちょっと諦めましょう。ちょっともう一回やり直しますが、成果した目標ってなんだ。向こうに何か変なものがあるみたい。
見に行かないの？見に行かないの？送信の瞳。これ。あれよ。試合をしよう。っていうとこはここか。ついてこれるかな。あれを、取ってから、倒せてない。なんで？あ、え？どうやって倒すんだ？もう一つなんだ？一つはどれだ？あれか？あ、なんか来た。クリアです。どこに宝箱あるんだ。あ、こっちじゃない。上だ。ついてこれるかな。宝箱を開ける瞬間ってワクワクするね。ナイスです。これってレベルいくら今。これもレベル上げたいですね。まだ10しかない。はい、ノエルに戻します。まあ、主人公という手もありますが、こんにちは。まあ無視ですね。これなんだろう。倒せた。これ鉄のやつなんか。あー、結構高いな。ちょっと不安定になっているかもしれないです。申し訳ないですが、まだか。まあでも余裕でいけますね。え？
あー、びっくりした。なんか開いてる。とりあえずこれは開放しましょう。着いた。ここだよ。すっごく大きな谷だけど、最初はなかったの。うん。ああ。それから峡谷が現れるちょっと前。何かの回転するような音が聞こえていた。回転。うん。ゴロゴロ。回転体。ゴロゴロって。もしかして巨大なホイールの？それが回転して峡谷を引きずり出したということなのでしょうか。おいお前ら、見ない顔だな。イディア以外のやつがいた。何？あいつともう会ったのか？ここは全くごちゃごちゃだ。で、イリアのやつは？すみませんが、あなたは？おっと、自己紹介がまだだったか。俺はフェルディナンドだ。このエリアは俺と兄弟たちが管理してる。でも神教全体の、天と地がひっくり返った後、うん、車両やレールなんかの設備を今まで通りの方法で作れなくなった。イディアさんは神教の修復を試みています。私たちは彼女のところから来たのです。本当か。どっかの隅っこに隠れて現実逃避でもしてるんじゃないかと思ってたぜ。嫌味だな。ちょっと下道にあったステーションを点検してみたが、結局運行は全部止まってたしな。運行が止まっている？詳しくお聞かせ願えませんか？でもお前らはただ思わぬ事故でここに来た旅人たちだろ。違うよ。クレイはイディアお姉ちゃんを手伝うって約束した魔女だもん。魔女？魔女？それがですね。うん。なるほど、わかった。こうなったら手伝ってくれるやつは多ければ多いほど助かる。結局はね。とにかくまずはここの乗り物を再現しないと。ほう？何かこだわりがあるのか？このエリアの道はかなり曲がりくねってるから、何か乗り物に乗って可能流れるようにですね。具体的にはこれを使って作るんだが、イディアから聞いてなかったか？なんだろう。終流車と。ああ、とにかく今は車両を作る材料をその中に入れないと。よくわからないけど、とにかく乗り物の形をした何かがあればいいんだよね。そう理解してもらって構わない。だがその構造はここのレールに合ったものでないといけない、うん、私はそうですね、みこしの形を思いつきましたが、今は材料にできそうなものがないですね。旅人は何か思いつかないか？なんだろう。
とりあえず今3分の2のとこですよね。材料は探しやすそうだけどな。だが木製の荷車は安定性が足りないし、レールを走るには危ないぞ。ほう、本当か。みんな、クレイが作ったものを見てくれ。じゃじゃーん、クレイの乗り物完成。本当だ、クレイはすごいな。これは全てのニーズを完璧に満たしている。しかもイディアが作ったやつよりはるかに可愛いぞ。クレイは試してみただけだったんだけど、いきなり出来上がっちゃった。いや、雑だな。ちょっと聞きたいんだけど、その乗り物ってバーンって怖いな。バーン、爆発音。どんな素材で作られてるんだ？ボンボン爆弾だよ。え、やっぱりそうだと思ったぞ。怖い。うん、どうした？問題なければ下準備を進めていきたいんだが。でも、この乗り物の素材って爆弾とか言ってたろ。全部聞こえてたが心配はいらない。実際にできた車両が材料と関連しているのは形だけなんだ。詳しく説明すると。ならいいんだ。理論的な部分はスキップしようぜ。ただ星落としの湖の鈴木の運命をたどるかもって想像しちゃっただけだ。うん、クレイの乗り物いつ出発できる？ちょっと待ってくれよ。ここからは水系原霊の力を借りないと。お、よし、みんなもう乗っていいぞ。未開放と爆速車ステーションを通過する必要があるのか。モノレールですね、いわゆる。A が A で降りる。この先のレールが壊れてる。ここでしばらく休むしかないな。やっぱりここはもう先制図の状態になってる。これはどうすればいいのでしょう。心境の中で物が存在するにはまずは先制図がないといけない、うん、それを終流映写塔で照らして初めて正しい形が出来上がるんだ。しかしここではレールとなってくれるはずの水系原霊が
図の中に閉じ込められてしまった。大事な絵の中に閉じ込められたんですね。まずは先生図から水系原理を救い出さないといけないってことだろう。でもここのライトは大きな泡に封印されちゃってるみたいだ。これは水系原理による大切な保護手段だ。もし終流映写塔まで壊されたら本当に大変なことになってしまうからな。あ、喋ってない。分かったぞ。ここはしずくちゃんの出番だな。ひひ、どうやらこの名前を気に入ってくれてるみたいだ。お。次は解放された。オイラたちに任せろ。もうこれにかけては熟練だぜ。線形図からここ引っかかってんだ。離れよう。閉じ込められてしまっていたのか。しずくちゃんは二人とも助けたよ。うわ、しずくちゃんがそんなバカな。ああ、引き続き進むとしよう。どういうことだ？まさか水系原理はあくまで協力者だ。俺のあいつらのことならすぐ会えるぞ。宝箱がある。興味深い。ガイドレール切り替え。
ここ通ったとこも行けるんだ。お前って本当にせっかちだな。ま、お前って本当にせっかちだな。ワーとポイントを変化しないでいきました。なんだこれ。すごいなここ。宝箱がある。ステーションとレールはそろそろ全部修復できているな。よし、次はレールの中枢部に行ってみるとしよう。すぐそこだ。ハッピークーポン、ハッピーセット。どこだ。レールを中枢部。あ、ここから先はすごいな。なんかすごい迷路みたいになってる。あ、なんかある。とりあえず先にこれ解放してからにしよう。本当にせっかち。わあ、ここにも回るものがあるよ。すごく大きい。でも神教の真ん中のあれと比べたらそれほど大きくない感じがしてきた。これってとっても大事な装置なんだよね。クレ、ガイアお兄ちゃんのお話覚えてるよ。似た話から他のことを推測できるなんて。本当だ。本当に賢いな。賢くいい子だ。そうですね。こちらはおそらく回転軸を利用して軌道を切り替えるための装置でしょう。うん。そうだ。本来ならこの装置に触れさえすれば中枢部が回ってくれるはずなんだが。どうやらジェローニのやつまだ修理できてなかったらしいな。まったく口だけは立派なやつだ。そのジェローニさんという方がフェルディナンドさんの兄弟のうちのお一人なのですね。そうなんだ。俺はステーションのレールから直していくべきじゃないかって言ったんだが、あいつが堅くなに中枢部から修理すべきっていうもんだから。まったく、ここにあるのはステーションと中枢部の2つだけなんだから、どこから修理したって同じだろうがよ。俺が無学だからって舐めやがって。なるほど。毎回俺と真逆の意見を主張するんだよな。対立してるんだ。今回は俺が先にレールの修理をしたわけだから、これで奴も文句を言えないだろう。ほう。俺の目にはフェルディナンドさんは賢い人間に見えるんだがな。おお、やっぱりお前は人を見る目があるな。じゃあついでに中枢部へ行ってあいつの状況を確認しに行こうじゃないか。あいつのことだ、きっと死ぬほど悩んでる最中に違いないぜ。
go. Spots. ジェローニのやつの話をしただけでムカついてきた。砂嵐の中にいた時も同じで、俺が東に行くって言ったら、あいつは西に行くって言い出しやがったんだ。砂嵐？その後どうなったんだ？その後、俺たちは己の選んだ方向に行ったんだ。だが結局、お互い砂まみれになっちまってさ、心境に招き入れられて、なんとか一命を取り留めたよ。お、壁のとこへ。え、どこだ？あ、いた。ジェローニー。たく、中枢部をもう一度起動することさえできたら、すべてがうまくいっていただろうに。おっと、そこで頭を抱えてるのはどこのドイツだ？どうだ、進展はあったか？言ったはずだろ。ちびっ子たちにはまず中枢部を修理してもらって、そしたら車両を作って、中枢部から。って、君、どうしてここに？ここまで登ってくるのは僕も一苦労だったのに。答えはお前の目の前にあると思うが。ふーん、そういうことか。さてはこちらの旅の人たちに助けてもらったんだな。君は自分一人で一体何ができるって言うんだ？毎回毎回他人任せのくせに、よくそれを自分の手柄だと思い込めるよな。それを言うならお前の方こそ。ここで長いことこそこそ独り言を言ってたようだが、うん、何か進展はあったのか？兄弟喧嘩。出会って早々喧嘩かよ。兄弟なんじゃなかったのか？兄弟というのは誰のこと？まさか彼のことじゃないよね。ジェローニ、お前いい加減に。まあいい、君と喧嘩してる暇なんかないんだ。そんな時間があったらまずは中枢部の修理だ。フェルディナンドさんもどうか落ち着いてください。要件を終えてから話す時間はたくさんあります、うん、分かったよ。なんか揉めてるな。お見苦しいところを見せてしまった。僕はジェローニ、このエリアのメンテナンスを担当する者のうちの一人だ。レールの修理は君たちのおかげだったんだね。本当にありがとう。ジェローニさん、気を使わないでください。私たちはイディアさんに頼まれて神教の修復に来たのです。なるほど、フェルディナンドと君たちが乗り物をここまで持ってきてくれたからには、次は水系元霊の力に頼る番だね。うん、へえ、また水系元霊か。なんかあいつらってすごく重要みたいだな。もちろん、この中枢部だけでなく、ここのすべてはあの子たちのおかげで安定的に作動しているんだ。おお。燃料みたいになってんのか。お、水がドーン。お、なんだ？よし、これでレールの大半と中枢部は直せたってことだな。誰のおかげだと思ってるんだ？また喧嘩。もちろん旅の人たちのおかげに決まってる。その質問の仕方、まさか君のおかげだなんて思ってないよな。お前、いずれにしてもお前のおかげじゃないんだからな。毎回あれこれ分析してペラペラと喋る割に何にもできやしないんだ。いやいや、君ほどでもないよ。いつも考えるより先に衝動で数々の過ちを犯してしまう君にはかなわないさ。僕とハットがいなかったら誰が毎回尻拭いをしてくれるんだろうね。ハットといえば、コホロンがすごい。あいつはどこだ？君と一緒じゃなかったのか？朝早く出かけたから
お前と一緒にいるんだと思ってたが。君ってやつは出かける前に確認することすらできないのか。何なんだよ。お前ひどいなこれ。何を偉そうに。生産性がない。クレイ。クレイかな、クレイが悲しんでるよ。クレイ、わかんないよ。誰も悪いことしていないのに。本当だ。どうして喧嘩するの？俺はただそいつのその知ったかぶりが気に入らないだけだ。知ったかぶりだって？毎回皮肉ばかり言っているのは誰だ？あ、昨日不全家族になりますわ。二人ともそこら辺にしといてくれないか。どうしても自分の口をコントロールできないっていうなら場所を変えることをおすすめするぜ。うん。それとも頭を冷やすのに俺の助けが必要か？さあついてきてくれ。俺から少々アドバイスがある。うん。クレイさんの質問についてですが、この世には理屈で説明できない複雑な状況がたくさん存在するのです。おちゃん。私はあくまで通りすがりの旅の者に過ぎませんので、お二人の紛争を軽率に評価するつもりはないのですが、その上で個人的な経験からお話ししますと、親族関係の関わる対立というのはより複雑なものになってしまう傾向があります。あ、そういえばココミもこういうのは苦手だったよな。でもクレイはやっぱり違うと思うの。クレイ、なんて言えばいいかわからない。すまなかったね。冷静になったよ。子供の前で喧嘩なんかするんじゃなかった。悪かったな、クレイの嬢ちゃん。さて話を戻そう、はい、ハッドさんを探すってことだったな。そうだそうだ、うん、僕たちの推測だけど、あいつはおそらく激流ツイスターのあたりにいるはずだと思う。先ほど僕たちがいた中枢部から出発して乗り物をまた別の場所に行かせる必要があるんだ。ポイントを変える必要があるのか。もう一度俺たちを手伝っちゃくれないか。嫌です。それはもちろん。兄弟のくせに、なんでこんなことになってるんだよ。兄弟っていうのは、もっと親しい関係のはずだろ。上にある。何もないか。それはどうかな。兄弟ね。親しい関係とは限らない。乗ろう。引き上げ、U ターンです。下にあるレールを花びら回転。花びら何回転か。そう、このレールの突き当たりにハットがいるはず。あ、線路が変わった。一応ちゃんと教えてくれるんだ。ここにも試練の場所があるんだ。
ダメか、これはあのポーポーの実破壊した額に計算されないんだ。あとがいた。あ、違う。から乗り物が近づいてくるのを見て、まさかあんたたちがレールとステーションを全部直したのかと思ったよレールにステーション、それに車両が揃ったわけだし、これで俺がデザインした激流ツイスターも再起動できるはずだね。たく、自分の体の状態もわからないのか。家で安静にしてろって言ったはずだろ。病弱なんだ。今回はまあ状況が状況だしさ本当だ、喘息かな。状況が状況とはいえ、やる前にもっと考えろって言ってんだ。僕も同意見だ。どんな問題があっても僕とフェルディナンドにかかればなんてことない僕とフェルディナンドってよく言うよ。あんたら二人が喧嘩しないってだけで俺は奇跡だと思ってるのに。本当だ。おい、俺らが喧嘩したってそれはあくまで俺らの問題だろうが。余計な真似して面倒を増やすなって言ってんだ。俺が面倒だなんてフェルディナンドお兄ちゃん大丈夫かな。あ、まあお兄ちゃんたちは喧嘩してるわけじゃないぞ。これはその客観的に事実を述べてるっていうか。客観的に事実。でもフェルディナンドお兄ちゃんとチェローニお兄ちゃんはハットお兄ちゃんのことを心配してるんでしょ。どうしてちゃんと話さないの。本当だ。ガイアお兄ちゃんもね、クレイを心配することがあるんだよ。でもガイアお兄ちゃんはクレイのことを責めたりしないの。そうだな、俺たちの関係はお前たちよりずっといいぞ。状況が少し違うんだ。どこが違うの。前にも似たようなことがあったんだ。厳しく言わないとハットのやつは注意しちゃくれない。そうなったら危険な目に遭うのは時間の問題だ。兄弟として俺たちはあいつを助けてやらないと。でもお兄ちゃんたち本当に助けてるのかな。ああ、クレイはお兄ちゃんたちみたいにたくさんのことを知ってるわけじゃないよ。でもね、ママが言ってたの。人を助けるっていうのは助ける側が自分で嬉しくなるんじゃなくて助けられる側が嬉しくなるってことだよ。ハットお兄ちゃんはどう見ても嬉しくなさそうだもん。どうしてハトお兄ちゃんの欲しいものを聞いてあげないの。あ、クレイさんの言う通りだと思います。クレイさん、お三方ははっきりと自分の本当の気持ちを伝えた方がよろしいかと。大切な人を相手にする場合はなおさらですよ。その俺らはずっとお前のことを心配してたんだ。ハト、砂嵐の時はお前がいきなり気を失ったもんで、俺とジェローニは言い争いを始めちまった。それで結局3人一緒にこの心境に落ちちまったんだ。あの時みたいなことがまた起こるんじゃないかって心配だった、うん、次にお前が気を失った時に
もし誰もそばにいてやれなかったらって思うだけで。分かってたさ。でも心境の環境は砂漠のと違うだろ。ここは安全だ。もし俺がトラブルを真っ先に解決できたら、あんたらも喧嘩せずに済むんじゃないかって思ったんだ。俺が断るごとに休まないといけない体じゃなかったら、最初からあんたらの足を引っ張らずに済んだのに。いや、僕たちが選んだことなんだから負い目を感じる必要なんてない。冒険が好きなのは僕たち3人ともだろ。足を引っ張るなんて考えるな。それにそのためにこのエリアの計画を立てたんじゃないか。僕がアイデアを出して、フェルディナンドが体力仕事をして、みんなで見取り図を書き、レールを作る。安全な上、特別な景色だっていっぱい見れる、うん、そうだね。当初はこんなことも言ってたんだ。ひっ、なんだよ、お前ら仲良しなんじゃないか。偉いぞ。よしてくれ。今そんな風に言われたら、まるで俺がそう褒められたくて言ったみたいじゃないか。ビュンビュン爆速車、面白かったよ、フェルディナンドお兄ちゃん。はい、本当か。ものすごく速い乗り物をレールに沿って走らせるってアイデアは僕が考えたんだよ。また喧嘩スタート。どうやって考えたの？ジローニお兄ちゃんすごい。クレ、もっと面白い爆速車に乗りたくないか？え、乗りたい。こいつらいきなりクレイのご機嫌取りに夢中になり始めたぞ。コーンなんだろう。クレイ本人にはまだわからないだろうが、子供特有の純粋さっていうのはもともと強い感染力と癒しの力を秘めているもんさ。ねえ、そっちのみんなも一緒に来てよ。治安やな。乗り物の中の水系原理に手伝ってもらう必要があるんだ。とりあえずレールを活性化しに行くってなんだ？ビュンビュンビュン。何か中枢部だ。本当に絵の作り方が、表現がうまいよな。これただで見れるっていうのは本当にすごい。激流ツイスターを起動できるはずさ。さあ、このレールの最初のステーションに行こう。A で降りるんだよな。ミニゲームだよな、これ。
クリアしたけど何ももらえない。ハットと一緒にチェックしておいたからちゃんと安全だぞ。みんな出発の準備だ。ちょっと待ってくれ。別れる前に一つみんなに送りたいものがある。なんだろう。これは山登り用の縄だ。僕たちはかつてこいつを頼りにいろんな山を登ってたくさんの場所を旅してきたんだ。あ、ロープだ。もらっか、こんなのオイラたちがもらって本当にいいのかよ。いいのか。もちろんさ、どうか受け取ってくれ。クレイとみんなのおかげで僕たちは気づくことができた。僕たちは縄なんかよりもずっと大切な見えない絆で結ばれてるってことに。クレイ役に立てた。ああ大いにね。それってどれくらい心境の真ん中のあれよりももっと？あれよりもずっとだ。わあ、大きくて嬉しい。そうだクレ、心境の外でこういうビュンビュン爆速車を見たことあるかな？見たことないよ。今日初めて乗ったな。そうかそうか。それも仕方ないことだ。なんせ外には主流映写塔がないからね。せっかくの機会だし、この数日は思いっきりビュンビュン爆速車で遊ぼうか、クレ。ちゃん。うん、約束だよ。時間があったら爆速車で遊びに来てくれ。こういうレールを世界中。ちゃんやな。終わり？ひょっとして。本当に感謝してるよ。3人とも心を打ち明けるようになってから本当にだいぶいい感じなんだ。どうやら一部の事情が複雑なんて話じゃなく、友情パワー、僕たち自身に問題があっただけみたいだ。こう、まただ、またシューティング。お、滝を落ちる。すごいことになってる。予想より高いですね。打てない。かなりきついです。ここに大丈夫か。怖かったら大声で叫べよ。内緒にしといてやるからさ。あ、うん、たなかった。活性化された。クレイがやっぱり一番楽しんでるな。リズムゲーかな、これ。ずっと左だ。動き出した。まだある。
終わったー。すっごく面白かった。クリーはもう本物の魔女だよ。空をビュンビュン飛べるんだもん。なんか違うような気が。そうだ、だって飛べるやつが魔女っていうなら、ガイアのやつも爆速車に乗って飛んでたけど、あいつは何なんだよ。ガイアお兄ちゃんは大盗賊だよ。パイモンちゃん忘れたの？そうだったな、忘れてたぜ。ちょっと失礼するぜ。魔女のお嬢ちゃん、大盗賊からの報告だ。俺らの任務のことは覚えてるか？遊ぶのに夢中すぎて忘れちゃってた。そう、イディアのためにパーツを探すんだったな。だがそれについては心配ご無用だ。すでに手に入ったからな。クレイたちの気づかないうちに大盗賊が盗んできたな。俺はそれほど頑張ってないぜ。実は俺たちが探してるパーツっていうのは、まさにあの山登り用の縄だったんだ。そうなんや。これほどの偶然が存在するとはな。早速これをイディアに渡しに行こう。行こう行こう。でもクレイはまだ。わかった、まだまだ遊び足りないけど、やっぱりイディアお姉ちゃんの方が大事だから。魔女さんはとてもいい子なのですね。夜になればきっと水の中の星と空の魚が踊りを踊ってくれますよ。ここみのやつ、意識を保つのがやっとなんじゃないか。表情もガッチガチに固まってるし、喋る時なんて唇まで震えてる。やっぱりここはひとまず休んだ方がいいぞ。あら、バレていましたか？大丈夫なふりができていると思っていたのですが。心配いりません、頭の回転はいつも通りですから、何ら影響はありません。今すぐ出発しましょう。軍師お姉ちゃん、クレイとお手手をつないで歩こう。クレイが元気を分けてあげる。手をつないだら目の前に飛んでいた星と魚が全部消えました。あれは爆速車に振り回されたせいで生まれた幻覚だったのですね。あらあら、なんだ、何こそこそ笑ってるんだよ。え、いえ、うん、笑ってなんかいませんよ。庭に戻らないといけない。まず宝箱を確保。なかなか運がいいじゃないか。乗らないとダメなのかな。いや、乗らないとダメってわけじゃないみたいな。なんだろうあれ。紫属性か。多分時間制限あるんだろうな。お姉さんがたリサに。ん？違う。この違うみたいな色。この色じゃない。色が違う。青、緑、青なのかこれ。青だったら安心して任せて。バーバラだよな。だよな。時間制限がある？ない。
けてない。特にあの色は消えたわけじゃないよな。あ、これか、これがまだ残ってたんだ。え、全部開けたよな。何？何を助けてって言うんだろう。バーバラ、行くよ。やるべきことはやったと思うんだけど。回帰。とりあえず戻らないといけない。マップを見ていこう。ここに戻るのか。あれ、これ何、レールを変えればなんか行けるみたいだけど、後回ししていいや。あれ、なんで、呼吸が整えばついていけるよ。高さが、なんだこれ、じゃない、人がいる。これも気になる。音楽がまたいいよな。降りてきたんだな。入れないんだ、まだ。とりあえず、あの、誰かいるんで会いに行こう。お帰りなさい。イディアだ。何かいい知らせはありますか？例えば、君はもう気にしなくていい、私たちが全部片付けたとか。ちょ、何のつもりで言ってんのかな。
クレ、少し疲れちゃった。まだお子様だから、さっきあれだけはしゃいだせいで遊び疲れが一気に来たんだろうな、ね、そろそろお休みの時間だぜ。そうだったのですね。疲れているのなら早めに休んでください。クレイさん、エネルギーを分けてくれてありがとうございました。じゃ先に失礼するぜ。え、これでクレイは出番終了か。魔女さんが思う存分楽しんでくれたみたいで、彼女が喜んでくれて何よりです。そういえばパーツは、パーツはどこです？パーツはな、ガイアのやつが言ってたんだけど、この山登り用の縄がパーツだってさ。あ、私思い出しました。これって峡谷にいるあの三人のものですよね。渓谷じゃなくて峡谷なんだ。二人の兄が強弱の弟を連れてあちこち冒険してたら砂嵐にあっちゃって、峡谷か、助けられて神境に入れられたみたいです。神境に入ってきてすぐ、最初は言い争ってたんですけど、喧嘩してると思いきや今度は抱きしめ合いながらワンワン泣いちゃって本当に元気いっぱいの人たちですよね。毎日賑やかで心配ではありますけど、羨ましいです。そうだね、その話し方まるで旧友を懐かしむようですね。ええ、何せ知り合ってからずいぶん経ちますからね。私はめったに彼らのところに行きませんけど、縄はひとまず旅人のところに預けましょうか。単独のパーツだけじゃまだ役に立ちませんしね、うん、それにエウルアさんとコレイさんも戻ってきました。そっちの進捗が芳しくないみたいで、あなたたちが休んだら一緒に北の密林に行きたいそうですよ。行こう行こう。さてこれで伝言も済んだし、私もそろそろ休みに。いえ、残りの2つのエリアの状況を確認しに行きますね。休みは大事だよ。一緒に行きましょうか、イリアさん。いえいえ大丈夫です。今日はみんな疲れてるんですから、ちゃんと休んで休んで、はい、任務完了ということですね。これであの遠方艦を招待状の任務完了ですね。次の任務へ移ります。じゃあ行きますか。まずはまあ休みがいるんで、時を時刻を動かさないといけないってことか。イディアどこだ？イディア、いた。コレイと誰だ？コレイ、エウルアか。それにイディアも。あ、旅人にパイも戻ってきてたんだな。どうだ？ちゃんと休めたか？
進めてたよ。それはそうでしょうね。私の住処であるここの環境は砂漠の中にあるくせに、それは申し分ないものですから、うん、これはここの数少ない長所の一つです。そんなに卑下しなくても。本当のことを言っただけですよ。何せ砂漠は嫌な思いに満ち溢れてますから。私にとって砂漠は、そうですね、汚い泥のスープみたいなところです。妙な比喩だな。でもイディアに言われなかったらオイラも忘れてたぜ。この心境がそうだった、そうだった。砂漠の中にあるなんてな。砂漠の中にあるんだ。わかる。ここの空気は全然乾燥してないし、それどころかウリンにいるような気分だ。私はウリンの空気にかなり馴染んでるからな。どうやらみんなゆっくり休めたみたいね。さあ北の森へと出発しましょう。行ってらっしゃい、うん、私の分まで頑張ってきてください。あら、別れの挨拶なら不要よ。みんなの中にはもちろんイディアさんも含まれてるもの。待ってくださいよ。私ってただのマスコットじゃなかったんですか。逃げちゃダメだイディアさん。逃げちゃダメだ。遊園フェアの管理人がお前を待ってるんだ。確かこう言ってた。イディアにしかどうにもできないって。ええ、私とコレイが森で見つけたの。その遊園フェアエリアを管理してる人はソロン派の学者らしい。学者？森の地脈でも研究してるのか。はあ、ここに彼女に研究できそうな地脈があったらよかったんですけどね。でも誰のことかは分かりました。やっぱり私もついていきます。ほんま、さあ解放されましたんで、じゃあ北の密林へ行くってなってるな。あれか、川渡って、あの次のところへ。お、気持ちいいなこれ。そことか見てると、あ、もう逃げ道はない。おとなしくしやがる。こいつはどうだ。風だ。まあ無駄だろうな。燃える？ここ思えないな。
別の要素がいるらしい。すごいな、剣が変わってる。金か。とこ意外と宝箱があったりする。またシューティングゲームやん。あ、反射して見にくい。あと一つ。オッケーです。クリアです。いいものばっかり。戻りましょう。あ、もういいんだ。ついてこれるかな？バーバラ、行くよ。お前って本当にせっかちだな。まだなんかあるみたい。なんだこの厳冬期は。掃除してない。なんか人？違うな。ここはなんかあるみたいだが、一旦違うとこに行かないとダメやな。まあ、とりあえずこいつら始末しよう。こいつ
つはどうだ。みんなを守るからね。これお前って本当にせっかちだな。おとなしくしやがる。これこいつはどうだ。興味深い。なんだこれ。なんかついていってくれるみたいな。なんだこの、え、なに？え、なんか向かってる。とりあえずここ開けよう。興味深い。違うな、関係ないな。下はどうだ。あ、なんか隠れてる。まあ、とりあえず会いに行こう。あら、やっと誰かが来てくれたみたい。なんだ。待たせてごめん、メイモムさん。イディアさんも連れてきたよ。ありがとう、コレイさん。もう、イディアったら久しぶりね。本当に来てくれるだなんて思わなかった。あなたのことだから、てっきり誰にも見つからない場所で一人メソメソ泣き続けてるのかと思ってたわ。なんだかひどい言い草ね。本当だ。でもこんな評価を聞くのも初めてじゃない気が。わかりましたよ、泣きます。今ここで泣いてやりますからね。なんだ。え、そんな。はいはい、私が悪かったわ。それでこちらのお二人は。こんにちは、オイラはパイモンだぞ。みんな、私が招待した頼りになる助っ人なんです。私と同じように扱っちゃダメですからね。ええ、お二人ともこんにちは。
私のことはメイモムと呼んでね。じゃあ挨拶はこの辺にして、みんなついてきて。奥へ進まないとだね。もっと先だ。まあ、とりあえず素直に進もう。なんかあり、誘惑は多いけど。こっちはなんかある。反対か。なんかサーカス団みたいなとこがなんかありそう。旅行カバン。まあとりあえず行きますか。かわいい。こんなにでかいテントがあったなんて。すごいでしょ。私が一緒に作ってあげたんですよ。お祭りやこういうフェアにはやっぱり綺麗な巨大テントがないと。オイラの予想通りだったぞ。バカでかいテント。リディアって謙虚だとは思ってたけど、人の前で才能をひけらかさないタイプだったんだな。あれ、はい、どうかしたの？これ。ごめん。こんなこと言っていいのか。ちょっと興ざめになっちゃうかも。かわいい。平気よ。思いついたことをそのまま言って。ここっていろんな屋台が並んでるみたいだけど、店主もいなければ遊んでくれる人もいないのが、なんか寂しそうだなって。何を隠そう、ここは本来賑やかなところだったはずなの。それが数日前に何が起こったかは知らないけど、心境全体がまるで天と地がひっくり返ったみたいになった。そうなのよ。ホイールにある全てのものが落下してテントにぶつかって、テント中の消灯が天井から落ちちゃって。え、消灯って。そう、誰かさんがお祭りには綺麗な照明がないとなんて言いながら作ったあの消灯のこと。消灯が落ちた後、テントの内部はもう大騒ぎだったわ。水系元霊も閉じ込められてしまったの。そんな打つ手なしって時にローレンスさんという方が自ら手を挙げてくださって。待って、自ら手を挙げたって？ええ、あの人は私の警告など一切構わず、毅然とした態度でテントに入っていったの。それから、それから。もうもったいぶるなよ。その後どうなったんだ？どうもこうもないわよ。彼は私の水系元霊のお友達と一緒に中に閉じ込められてしまったの。放っておくわけにはいかないよ。わかってるわ。でも中の状況のややこしさはあなたたちの想像を上回るかも。どうか心の準備をしっかりしておいてね。ここで何の根拠もない議論をしたって時間の無駄よ。
みんな揃ってることだし、現場を見て判断しましょう。ついてきて。結構コレイって重いキャラなんだな。行きましょう。テントの中はもともと巨大な舞台だったんだけど、心境が揺れ動いてからその中の状況も変わってしまったわ。ここに吊るされていたはずの照明も消灯と一緒に落ちてしまって、修復作業をかなり邪魔してるの。通路が歩きづらくなってるってことか。主な原因は照明よ。皆さんは舞台に上がった経験は終わり？照明が当たれば全ての視線は舞台にいるものに注がれる。私はちょっとあんな風に見られるのは苦手だよ。視線がこっちに集中しちゃうと気分まできつくなるんだ。私もです。喋ることすら苦手なのにそんな大勢の人に見られるなんて、考えるだけでゾッとします。やっぱりまだ吹っ切ることができないのね。うん、笑わないでほしいんだけど、頑張って直そうとはしてるけど、やっぱり克服できないことがあってさ。人が多いこととか睨まれることとか。笑うようなことじゃないわ。それに知ってる？他人の視線が気になることだって別に悪いことじゃないのよ。少なくとも私はそう思ってるわ。だって自分に厳しい人ほど他人の期待を裏切りたくないと思うものでしょ。君はいろんな方面の資質があるわ。もし私と同じように小さい頃からダンスの練習をしていたら、今は私よりも踊りが上手だったかもしれないわよ。そうなんだ。いやいや、そんなの絶対にありえないから。私にも無理。本当に共感できるよ。じゃあ時間があったら私のところへ学びに来てはどうかしら。いつか君も優れたダンサーになれるかもしれないわ。それはどうかな。その時が来たら外界の光に怯える必要なんてないほど輝けるはずよ。エウルアって、こうやって話をしてる時ですらすでに輝いてるよな。確かに。本当にいいのか。実は心の中で私が不器用だって笑ってたりしない？うん、君の中では私ってそんな印象の人間なわけ？いやいや、分かった、学ばせてもらうよ。よし、私からの警告は必要ないみたいね。とにかく幕を開けたらすぐ舞台が見えるはず。お、開いた。なんだこれ。真ん中にあるのはなんだ？私の消灯ですね。封印されているみたいですけど、なんとかして元通りに戻さなくちゃ。まずは消灯を支えている足場を上昇させて。私の記憶が正しければ周りに舞台を制御できるスイッチがあったはずなんだけど。熱。お、動き出した。どうやら色レンズを差し込んで照明の色を変える必要があるみたいだわ。交際レンズはどこにあるんだ。これか。え、なんで敵が現れるんだ。おかしいだろう。
強いね。上敵どこだ。さっきのは何だったんだ。今度こそセットできるはず。このレンズは通過する光の色を変えられる。つまり二重の意味で色眼鏡ってわけ。メイモンモン、お前もしかしてセノの知り合いか。そんな知らないけど、どうしたの。でもない。二人はきっと会話がはかどるんだろうなって思っただけだ。タバコがいない。本題に戻るわよ。早速開かれた通路に行きましょう。はい、どこだ。上にもある。誰かいないか、助けてくれ。調子悪い。レッシグローレンス。何者だ。この私のフルネームをそのまま呼ぶなんて失礼だ。こんなに弱ってるくせによくそんな口が叩けるよな。確かにローレンス家のものね。こんな状況になってもなお無意味な礼儀作法を気にするなんて。どうして君がこの私を嘲笑いに来たのか。エウルア、そんなこと少し考えたらわかるでしょ。わざわざ私を挑発する必要なんてある。もちろん私の助けを借りないって選択をしてもいいわ。貴族は生まれながら自立するものであり、他人に助けを求めてはならぬ。そうでしょ。そうだな。おかげで目が覚めたよ。私は助けなどいらない。エウルア、きっと本心じゃない。喋り方が硬いし、こっそりとお前の反応を伺ってる感じもするんだ。治癒士として私はこの人には助けが必要だと思う。分かったわ。長い時間閉じ込められてる間にもう礼儀正しい喋り方を忘れてしまったみたいね。本当に笑えるわ。みんな行くわよ。このどこまでも対面にこだわるものに舞台を譲ってあげましょう。ちょ、待て、待ってくれ。脇腹を押さえてる。本当に私を放っておくわけにはいかないはずだ。私たちは同じ血族の仲間なんだぞ。必要な時に私を助けることは君の意向に何の傷もつけやしない。そして私の無様な姿も君の技巧によって人の目から隠せるだろう。これは一族の異名と尊厳を守るための行いだ。なんだこれ。それは君が考えた一番いい言い訳なのかしら。一族というレッテルでなら私を説得できるとでも。自分の軽はずみな行動を反省すべきよ。君を助けるために私たち一行はここまで駆けつけたの。私はローレンス家のやつってみんなこうなのか。対面が命よりも大事だなんて。はいはい、そろそろマスコットが雰囲気を和らげる時間ですよ。エウルア・ローレンスさんにレッシグ・ローレンスさん。ほらこれ、一人一つずつね。ふうふう、なんだこれ、キャンディ。はあ、ありがとう。あ、この匂い色レンズと一緒だ。そうそう、甘いキャンディーを食べると気分も良くなりますよ。ありがとうマスコットさん、だいぶ良くなったよ。この人が他人にちゃんとお礼を言えるだなんて。エウルアさんはね、この数日あなたのことをすごく心配してたんですよ。何回も私にあなたの行方を尋ねてきたんですから。これで二人は巡り会えたし、私もあれこれ聞かれずに済む。めでたしめでたしです。
言っておくけど、この人の安否なんて気にしてないから、勝手なことを言わないでちょうだい。強情って点ではエウルアもいい勝負だな。本当だ、オイラもそう思うぞ。そんなに勝手を言いたいなら、せめてせめてキャンディーをもう一つちょうだい。え、ああ、もちろんいいですよ。キャンディーならまだまだあるので。すまなかった、私が悪かった。皆さんに多大なご迷惑をおかけしてしまった。お、うん、最初からそう言えばよかったのに。ただいま。あれ、みんな話はもう終わったの？どうして揃って私をじっと見てるの？いやいや、気にするなって。じゃあ早速片付けて消灯の修復作業を続けましょう。あ、レッシグさんは体調が良くなかったら無理しないでね。休める場所を探してあげますよ。ちょうど私も疲れたし。ええ、うちのいとこのことはいとこだったんだ。君に任せるわ、イディアさん。レッシグ、けじめをつけるまでに喋れるくらいの力を回復しておいてちょうだい。なんかはしごのぞの、これや、かわいい。え、蘇生なの？そうね、引き続き足場を上昇させられる方法がないか探さないと。照明みたいなギミックを探してみないといけないかも。変だわ、あの人は本当に私の知ってるレッシグなのかしら。昔の認識に頼るだけでは正しい判断はできないのよ。人は変わる、そして人はいずれにしたって選択できるものなの。ライフォンさん回復した。水系幻霊のことね。まさか幕の中に閉じ込められてしまうなんて、無事みたいで何よりだわ。お、開いた。なんだこれ、もう一回一個レンズがあった。反対側に行けばいいってことか。差し込み式色レンズが溶けたぞ。この色レンズは光に溶けやすい材料で作られてるのよ。なんだか甘い匂いがするような。お、なんだ？なんか動き出した。え、でもどうやって上に上がるんだこれ。違う。回転したらどうなんだ？分からん。あれ？つかない。なんかある。楽屋裏っていう感じだな。何もないな。
そこに行くにはどうすればよかったっけ。こっちか。上に行けないよな、上に。ここしかセットできないよね。あれ？それ外せるんだな、そういや。いや外せるんやけど、その選択が出ない。ありそう。あっち側に行かねばなと思うんだが、どうやって行けるんだろう。
あ、行けた。行き止まりだから。反対側へ来た。なんで？あ、ダメだ。なんでだ。ダメだ。早く。よっ。開けたわね。あれ？何これ？何度も引っかかる。え、なんで？急に行けなくなった。
はい、消した。何だったんだこれ。なんだ？それ。早く。どうなる？あ、あ、いた。ようやく。外から見ても十分でかいテントだったけど、まさかその中はもっとでかい空間になってるなんてな。
まあ不思議なテントだから、中は見た目より広かったなんていうのは物語によくあるパターンでしょ。この後どうすんの？はしごがある。さらにこれで上に行ける。よいしょ。あれ？また新しい道が出てきたみたいだ。ここって一番上の層のはずだよな。安心して。もうすぐテントのてっぺんよ。最後は小灯をテントの最上部から外へ上昇させること。崩れたから気づいたけど、半分の高さまで上がってきてみると、この足場ってグランドバザールの舞台にすごく似てるわね。みんなグランドバザールには行ったことある？ないわ。ティナリ師匠と一緒に何回か。いろんな商人たちがいてすっごく賑やかなんだ。運がいい時はニーローの舞台も見れるしな。ふん、スメールのダンスね。話を聞いていたら私も見たくなってきちゃったわ。帰る時にそこを通れるといいんだけど。通れなくても大丈夫。エールアが見たいなら今度私が連れていくよ。いいわね。じゃあ約束よ。そうだな、オイラたち何回も言ったよな。もう数えきれないくらいだぜ。そうなのね。私の父さんは昔グランドバザールでお祭りの準備係をやってたから、お祭りが開催されるたびにキャンディーをもらえたわ。子供って単純よね。キャンディーが食べられるだけで楽しかったの。それでお祭りやフェアってすごくいいものなんだって思うようになって、同時に父さんのことをすごいなって思ったの。大人になったら絶対父さんみたいな人になりたいってね。でもメイモムさんって氷霊院の学者なんだよな。私が知ってる限り学者って休み時間も費やしていつも研究課題と戦ってるから。メイモムさんはもしかしてお祭りの手伝いをする時間がなかったとか？ええ、お見通しね。自分がなりたい人間と両親がなってほしい人間の二択から私は後者を選んだ。でも楽しくなんかなかったの。いいな。エウルアの状況とは真逆なんだな。今はもう気づいているのよね。だからこそここにこんな屋台を用意してお祭りの雰囲気を作り出した。そう。それでも私は思うように楽しめなかった。私気づいたの、うん、お祭りに参加することとお祭りを開催することとは違うって。子供の頃は何も考えずに楽しめたけど、代わりにその裏では家族が大きな苦労をしてたんだわ。父さんはお祭りを準備するのがどれほど複雑で大変なことかをよく知ってたからこそ、私に学術の道を歩んでほしかったのね。はあ、結局のところ私はどっちもうまくできなかった。投げやりになって砂漠で地脈の調査をしていたら、うっかりここに落ちてしまったの。せっかく願いを叶えるチャンスを手に入れたのに、成果が破壊されるのを見て立ち直る勇気を失っちゃった。メイモムさんは自分で言うほどダメな人なんかじゃないと思うよ。あまり気を落とさないでくれ。だって変わろうとする勇気を持ってるし、今までずっと私たちを積極的に導いてくれたじゃないか。どれも本当に投げやりだったら絶対にできないことだと思う。コレイ、自分の状況ならよくわかってるわ。わざわざ私を慰めてくれなくても。慰めるってほどじゃないよ。ただ行動は言葉より本心を映し出しているってこと。本人は時々意識できないものなんだ。この理屈も
イウルアから学んだんだ。ふーん、何が言いたいのかしら。いやいや、やっぱり早くショートを直そう。ええ、これが最後かな。なんだろうこれ。回転してみると、開いた。入らないといけない。あ、ナイフが。そうすると。もう一つってどこであるんだ。あれがまだ点灯してないな。よし、これでいけるはず。どうなんだ。お、水のランプか。天井が開放された。これって心配すべきなのか、ほっとすべきなのか。巨大な、待て、さっきの影が。メシグ、どうやら完全回復するまでにはもうちょっとかかりそうですね。そっちはどうでした、順調でしたか。もちろん、旅人とパイモン、コレイさん、そしてエウルアさん、全員合わせたらあなたの約40倍くらいは頼りになるってところかな。なんだ、たったの40倍ですか。私って結構やりますね。軽いな。自分の方が劣ってるってことさえ受け入れれば、腐敗の立場に立ったも同然ってことか。恐ろしい根性ね。まるで切っても切っても切れることはない川の水みたいだわ。あれ、どういうことだ。私はなぜテントの外にいるんだ。そうだ、エウルアに会って、それから頭が。これは治療がもたらす副作用の一部といったところですね。レシグさん、意識ははっきりしてますか。まだ少しめまいがするが。レシグ・ローレンス。うん、エウルア。はいはい、分かったよ。
おとなしく君と一緒にモンドに帰る、うん、それに過激な手段をとってもローレンス家を再興するなんてもう考えないと約束する。おかしいわね、いつの間にこれほど物分かりのいい人間になったの。さてそういうことなら白状すべきことは増えたってことよ、違う？私は最初は確かにローレンス家再興のためにここを訪れた、それについては認めるよ。だがここまで来るのに長い時間がかかった、道に迷うことまであったよ。リーウェとスメールを旅する間に財布をなくして野外で暮らす時期さえ、あの奇妙な感覚が君にはわかるか。私は気づいたんだ、そこでは誰も私を知らないしローレンスを気にする人もいないんだってことに、うん、君も私も枷に縛られて育ったガラスの駒だ。貴族らしい振る舞いを心がけるよう教えられたにもかかわらず、一族の外ではこれのせいでモンド人からないがしろにされる、忌み嫌われ憎まれること、そして教育への固執、この全てが一丸となってさらに一族を古い貴族の礼儀作法にこだわらせた、プライドを維持するために。それは長い綱引きのようなものだった。だが何の意味もないことを君は分かっているはずだ。というより君はとっくに知っていたんだな。だが私はこれに気づき始めたばかりなんだ。うん、レッシブの言ってることなんとなくわかるような気がするぜ。そうね、どれも事実だわ。君が考えを改めたことを君の家族はまだ知らないみたいね。ああ、どれもつい最近のことだからな。ここに来てからわかったんだ、私が本当に欲しているのは誰もが私を恐れるモンドなんかじゃないって。私もそれにローレンス家の多くの者も、うん、ただ他人と平和に暮らせる環境が欲しいだけだ。レッシグ、君も私もいわゆるローレンス家の栄光なんかには関係ないわ。栄誉なんて遠い過去のもので、私たちはただの一般人よ。ここのことを処理したら帰るつもりだったんだが、まさか君がやってくるとはな。手間をかけさせてすまなかった。ほらね、人はどのみち選択することができるのよ。レッシグさんは結局自分がなりたい人間の方を選んだみたいね。そう言ってもらってもすまない。私はまだ自分だけの人生の目標を見つけていないんだ。気にしなくていいわ。自分がなりたい人間と両親がなってほしい人間の違いを見分けられただけでも十分大きな一歩よ。いかに真の幸せを探すかというのは、もしかするとどんなことよりも難しい研究課題なのかもね。レッシグ、提案があるわ。帰ったら先ほど君が言った内容を両親にも言ってみてはどうかしら。うんうんうん、そんなことをしても厳しくどやされるだけさ。君の方は家族に自分の本当の考えを言ったことあるのか。私も考えていたところなの。場を設けて全員と話してみるのもいいかもしれないって。ローレンス家はこの舞台のようにかつては輝かしいものだった。でも過去の演劇はもう幕を閉じたんだから、そろそろ舞台を更新する時なのよ、うん、エウルアってこういう人だからこそどんな時も踊ることができたのかな。屈強で硬いけどそれでいて透き通ってるんだ、氷みたいに。お話は終わりですか。そうみたいね。じゃあこれをあなたたちにあげるわ。さっき衰弱しきってたレッシグさんの近くで見つけたの。なんだろうこれ。あ、これ、ここに
に落ちてしまったパーツですよ。そんな早い段階で見つけてたのに、どうして今頃になって私に？あなただって聞いてこなかったでしょ。まあ認めるわ、私が忘れちゃってたもん。じゃあこのパーツも一緒に旅人に保管してもらうとしましょう。あれ、これってなんだか見覚えがあるな。どこかで見なかったっけ。キャンディ、しー、こんな時に自分の武勇伝を自慢するなよな。前のお祭りの時、私も一箱買ったんだ。そう、お祭りではよくキャンディーを入れるために使われるわね。これもテントを作った時の素材なのよ。テントが治った今、これも特殊な意味を持たなくなったってわけ。大人になってキャンディー箱のキャンディーを食べても子供の頃のようには美味しく感じられなくなったわ。でもよくよく考えてみると、大人になってから食べ物の選択肢もいろいろ増えてるのよね。うん、おう、だから結局キャンディーも人生と一緒で選択の一種ってことだな。いいなこれでパーツを3つも集められましたよ。あとは最後の1つです。でもテントを修復するために皆さんの時間をこれほど使ってしまうなんて本当にすみません。ここはやっぱりひとまず戻って休んでからにしましょうか。私が案内しますんで。ゲーム？デスゲーム？何のゲームだ？じゃんけんか、これ。なんだこれ。え？からん。なんかこっちはなんかある。
なたたちだったのですね。北の森での冒険は順調でしたか？万事順調だぜ。お前は今日は何やってたんだよ。そうですね、そろそろ打ち明けてもいいでしょう。渡積島の荒人神の巫女として、私は本来ならばこんな時にここに現れるべきではなかったのです。実は渡積島では遥か昔にとある古代の祭器をなくしたことがありました。その名も神楼玉壺。近頃それと対になっている宝珠が突如としてある方向へと導くような光を発し始めるようになって、私もようやく神楼玉壺の行方が分かったのです。視野を広げるためというのも嘘ではありません。五郎からもよく助言されていましたから。家に引きこもって娯楽小説を読んでばかりいるのは最上の策ではないと。それでそろそろ外に出てみようかと思い立ったのです。渡積島を出てスメールにたどり着くまでにたくさんの景色を堪能しました。スメールというのは本当に興味深い国ですね。ウリンには何日もとどまってしまいました。でもまさか祭器が砂漠地帯にあるとは思わなかったのです。ここに何かを感じてはいたのですが、正確な位置はなかなか特定できませんでした。イディアさんがわざと私たちに隠しているということはないでしょうが、この心境に他の秘密が隠されていることはあなたもきっと感じ取れているのでしょう。そのことだったら今日もオイラたちいろんなことに遭遇したんだぞ。なるほど、レッシグさんに会えたのですね。彼は心境に関する手がかりを持っていそうでしたか？おそらく彼は自分の心境にとらわれ、周りに気を配っていなかったのでしょうね。実は天と地がひっくり返った時より以前、心境は今のような様子ではなかったのです。旅人、ごめん、ココミさんとの会話を邪魔しちゃった。大丈夫ですよ。お二人も今日はさぞ疲れたでしょう。一緒にお茶でもいかがですか？もちろんだ。実はさっき、あたしとエウルアでお菓子を作ってきたんだ。イディアのところにオーブンとかまどがあるなんて、まったく、もっと早く教えてくれればよかったのに。ってことは、ムーンパイを食べれるってことか？私が作るのは、荒波パイというのよ。旅人、お一つどうかしら？ピタもあるよ。ココミさんもどうぞ。お茶菓子としても悪くないと思う。ああ、間違えた。軍師さんだった。じゃあ、遠慮なくいただきますね。そういえば、エウルア、お前の親戚はどうしてるんだよ。彼ね、想像もつかないかもしれないけれど、オーブンのところで頑張ってるわ。お、なんだこれ。あ、なんかミニゲームが解放されてる。
味のお茶初めて飲んだ。やっぱり稲妻のお茶っ葉はスメールのとはかなり違うみたいだな。そういえばスメールの方はお茶に香料を入れたりするんですよね。入れるよ。でも私はそういうのには慣れなくてさ、私はやっぱりコーヒーの方がいいかな。飲むと夜に眠れなくなるところを除けば。こんな味のお茶、そういえば入れるよ。でもこんな味のお茶、一緒か。そういえば入れるよ。でもなるほど、そういうことか。興味深い。バレバレじゃん。なんか垂れすぎだろう。おもちゃを。自転車操業。されやすいな、パイモン。それでいいのか？え？あ、ミニゲームか。まさか君がナンを焼けるなんてね。オーブンってそういうことか。食器すら洗わないタイプだったのに。ちょうどいい時に来た。この後は空いてるか？デザートの作り方を教えてもらいたいんだが。え？でもそれってかなり時間がかかるわよ。親族としての情を深めるためにここに来たわけじゃないんだから。まあいいじゃないか。こんな時にそんなことを気にしてどうする。お互い一般人だって言ったのは君だろ。普通の親戚のように学び合おうよ。よいしょ。まあ、ひとまず帰りますか。一旦帰って。和田幼稚園。
い、というわけでここまでですね。本日はからですね、ベルリア・ミラージュの冒険の2回目中編をお送りいたしました。8月16日までなんで、次回まあ暇なら暇でもいいけど一緒に食材を探しに行こうよ、完結後編をお送りしたいと思います。ぜひお楽しみください。ツイッチで配信を行いました。ツイッチよろしければアカウントをフォロー、チャットコメント、今後とも視聴をお願いいたします。ツイッチライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。この動画はあの YouTube に2日後27日の21時に、アップロード予定です。プレミア公開の予定です。ツイッチのチャット欄に YouTube のチャンネルアドレス記載してます。ぜひアクセスしてください。チャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。 YouTube チャンネルビジット、炎スライムは塩コショウです。 This live today's after up、YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。Twitter改め X のアカウントを持っております。ぜひアクセスの上フォローお願いいたします。TwitterX マイアカウントフォロー&グッドボタンプリーズ。原神遊んできました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。持ってきたんだよ。